皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんはスターオーシャンをプレイしたことはありますか？スターオーシャンはトライエースが開発し、スクウェアエニックスより発売されている RPG シリーズです。既存の RPG ドラゴンクエストやファイナルファンタジーと異なる最大の要素は SF サイエンスフィクションを物語に絡ませている点であり、これにより見慣れた剣と魔法の世界において未来的な宇宙船や単語が飛び交うというアンバランスな、それでいて新鮮な世界観を味わうことができる作品となっています。そんなスターオーシャンですが、2022年にシリーズ完全新作が発売されることになりました。ということで今回のゲームニュースは、スターオーシャン6が2022年に発売。トライエース開発 SO2 のダブルヒーローシステムが復活。記事はファミ通 .com より引用しています。2021年10月28日木曜日、プレイステーションの最新情報を伝える動画番組ステイトオブプレイが配信。スクウェアエニックスの RPG スターオーシャン6ザ・ディバインフォースが発表された。2016年に発売されたスターオーシャン5インテグリティ&フェイスレスネス以来となる家庭用のシリーズ最新作となる本作は、スターオーシャンの25周年記念作品としてプレイステーション4、プレイステーション5、Xbox シリーズ XS、Xbox One、PC、Steam で2022年に発売予定。開発をトライエース、シナリオを五反田義晴氏、和賀原聡氏、再来俊介氏、音楽を桜庭元医氏、キャラクターデザインを秋満氏がそれぞれ手掛ける。スクウェア・エニックスとトライエースによる RPG スターオーシャンシリーズは、1996年に第1作が発売され、現在までにナンバリング5作、外伝1作、スマートフォンタイトル1作が制作されている。 SF とファンタジーという2つの世界観が融合したストーリー、豊富なプレイアブルキャラとサイドストーリー、簡単操作で爽快な戦闘が楽しめるバトルシステムなどが特色のタイトルだ。プロローグによれば、今回の宇宙歴は583年以降。時系列としては、スターオーシャン、アナムネシス、宇宙歴539年以降、スターオーシャン、ティル・ザ・エンド・オブ・タイム、宇宙歴772年以前となるようだ。スターオーシャン6ザ・ディバインフォースの特徴、 SF とファンタジー2つの文明で交わる主人公それぞれの目線で進むストーリー。スターオーシャンセカンドストーリーで採用されたダブルヒーローシステムが復活。先進文明 SF 未開惑星ファンタジーそれぞれの主人公の目線で壮大な星の海の物語が展開される。選択した主人公によりストーリー途中のイベントや最終的な仲間キャラクターが変化する。豊富なプレイアブルキャラクター、2人の主人公のほか様々なキャラクターが仲間となり操作することが可能。空間を自由自在に飛び回ることが可能。本作ではキャラクターは360度自由に活動することができ、空を飛ぶことも可能だ。公開された映像では空を飛びながらフィールドや街を探索する様子を確認できる。立体的な移動と探索、視界の全てが冒険フィールド。過去最大級のフィールドを空を飛びながら立体的に移動可能。岩場や街の屋根を飛び回って探索をしたり、崖の上から飛び降りてシームレスにバトルに突入したりと、冒険とバトル両面でこれまで以上に自由なアプローチを楽しめる。シリーズ最速最強アクションのスターオーシャン、超高速移動からの突撃、敵の前から瞬間的に消え去るアクションや一撃必殺を可能にするスキルで大量の敵を一網打尽に。天地を自在に飛び回りながら爽快で歯応えのあるバトルを体験できる。登場キャラクター紹介、レイモンド。
銀河連邦に属さない惑星ベグアルド出身の青年。一族が経営するローレンスロジスティクス社で輸送艦イーダスの艦長を務める。なんとかなるが口癖で、仲間と仕事のためには無謀な挑戦をすることもあり、イーダスのクルーにはいつも心配されている。おおらかな性格で人当たりが良く、同時に商人としての嗅覚が鋭い。銀河連邦に所属していないがゆえに未開惑星保護条約にも縛られず、また良くも悪くも相手との身分差に高齢しないため、レティシアからはその性格を歓迎されているが、アベラルドからは警戒されている。レティシア、未開惑星アスター4号星に大きな版図を持つオーシュリアス王国の王女。明るく思い切りの良い性格で、王族の身でありながら鎧をまとい双剣を操る、その勇ましい姿は国民からも広く慕われている。近年軍事的な緊張が続く隣国との状況を覆すべく、とある人物を探してお忍びの旅に出発したレティシアは、その旅路でアスター4号星に漂着したレイモンドと出会い、互いの目的のため共に旅をすることとなった。アベラルド、オーシリアス王国でレティシアに仕える騎士であり、一緒に育った幼馴染でもある。技術とチャクラムを操る体術の双方に優れ、強い忠誠心によりレティシアの身辺に常に目を光らせている。左腕を指先まで覆っており、時折腕をかばうような仕草を見せる。お忍びの旅の途中で出会ったレイモンドを強く警戒しているが、レティシアの意向には逆らえず、しぶしぶ同行を許している。エレナ、輸送艦イーダスのクルーでレイモンドの副艦。艦のほぼ全域にわたる運用を管理しており、その膨大な知識と冷静沈着な佇まいから、クルーとレイモンドからの信頼は厚い。何事にも正直で、ともすれば無茶をするレイモンドには驚かされることも多いが、彼のリーダーとしての資質を高く評価している。プロローグ。広大な銀河の彼方で二人の主人公が出会うとき、宇宙の運命が大きく動き出す。銀河連邦、太陽系より発し銀河系に生きる人々の安寧と平和を保ち続けてきたその組織は、時とともに版図を拡大し、その都度多くの英雄たちが、多くの星が見舞われた機難を連邦の名の下に救ってきた。だが宇宙歴583年、巨大化した銀河連邦は時に加盟を望まぬ星すら飲み込み、戦意をかざすその手は闇に染まろうとしていた。銀河連邦に所属しない先進惑星ベグアルドを出発した輸送艦イーダス艦長レイモンドは、慣れた航路での貨物輸送の任務の途中、銀河連邦切手の名家ケニー一族の乗る戦闘艦アストリアの襲撃を受ける。レイモンドはクルーのクロエと共に辺境の未開惑星アスター星系4号星への退避を余儀なくされる。だが着陸する直前、地表からの EMP と思われる攻撃を受け、脱出ポッドがダウン。見知らぬ星で仲間と離れ離れになってしまう。なんとか着陸を果たしたレイモンドだったが、直後原生生物に襲われてしまう。間一髪、彼を助けたのはオーシリアス王国第一王女レティシアだった。レティシアは隣国バイル帝国に脅かされる己が国を救うため、空かける流星に乗って現れたレイモンドに助力を求め、レイモンドはクロエの捜索に協力してもらうことと引き換えにその申し出を受ける。だがレイモンドはアスター4号星でクロエを探し、バイル帝国に対抗する手段を探す旅の最中、再び銀河連邦の影を見る。レイはどこから来たというのです。俺は空の向こう側からこの星に来た。巨大な力の脅威に立ち向かう二人が出会った時、銀河はまた一つ新たな歴史を刻み始める。次回情報発表について、スターオーシャン6ザ・ディバインフォースの次回情報発表は
2022年春ごろの予定。以上が記事の内容でした。スターオーシャンの最新作の発表がいよいよ来ましたね。いろいろと情報が公開され、とてもワクワクしています。今回スターオーシャンが発表されたプレイステーションの最新情報を伝える動画番組ステイトオブプレイでは、他にもいろいろなゲームが発表されていますので、ぜひ気になる方はご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。